エイダ、上陸成功。リバク、上陸成功。牛脈じゃないな。古代の交易拠点か何か。万道神話によれば、男は虚空間を利用して神殿を建てたって。すごい。超特大大発見だ。牛脈探査して、誰一人として知らなかった場所だろう。小惑星じゃないし、流脈があるわけでもないのに、力がそこら中に溢れてる。どうやって流脈エネルギーを収束させている？エイダ、どうかしたのか？私、リキの感情が伝わってくる。嫌だ！前に言ったじゃない！私を新世代の巫女に育てるって！オッション、そこにいるの？おい、エイダ！